皆さんこんにちは、上原愛です。知ってる方も知らない方も初めまして。この度 YouTube をやることになりました。わー嬉しい。 YouTube はたまにしか見ないんですけど、私一回 YouTube やってみたいなとか思ってたのですごい嬉しいです。皆さん私のどんなことを知りたいですか？最初なので自己紹介をしたいと思います。名前は上原愛です。1992年の11月12日生まれの、26歳です。もうすぐ11月で27歳になります。血液型は O 型で福岡生まれの東京育ちです。趣味は、私前の仕事を辞めて3年ぐらい経つんですけど、ダイエットをしてすごい太っちゃったんですよ。前の仕事してる時、仕事始める前から10キロぐらい太ってて、それを戻すためにダイエットをして戻ったんですけど、ダイエットとか美容のこと、なんか前の仕事の時は結構黒髪でこういうメイクでみたいな結構決まってたんですけど、今は辞めて自由になったので、メイクとか美容系のこととか結構好きで、いろいろ研究とかしたりしてます。料理をするようになりました。なんか前はそんなにしてなかったんだけど、最近はもうお仕事もそんなにしてないので、結構家で料理したりしてます。あ、そう、前の仕事を辞めてから3年ぐらいなんですけど、3年間は旅行に行ったりとか海外行ったりしましたね。ハワイとか韓国行ったりとか、なんか旅行に行ったり、なんか結構ほんとひたすらゆっくりして過ごしてたんですけど、それまで仕事してた時はほんと休みがなくて、だからゆっくりしたいなと思って家にいることが多かったです。あとは食生活アドバイザーっていう資格を勇気あって取りました。なんか結構資格取るの好きで、なんか秘書検定とかも持ってて、英検とかもあるし、なんか結構資格をなんか別に使わないけど取るのが好きで、なんか資格取ったりしてます。こんな感じかな。皆さん何か突然ですけど聞きたいことはありますか？私になんか質問募集したいと思います。早速なんですけど、なんだろうな、やっぱり私は前の職業がやっぱ性的な職業だったので、人よりは詳しいと思っています。しかも私結構その5年間やってたんですけど、5年間の間に1000本以上は出てるので、本当に結構その女優さんの中でも詳しい方かなとは思っているので、なんだろうな、やっぱり女の子ってそういう性の悩みとか誰に相談したらいいかは絶対分かんないと思うから、なんかよかったら私に相談してくれたら、私がこの YouTube とか動画で答えようかなって思ってるので、 Twitter、インスタとかあるので、そういうのこの YouTube のコメントでもいいので、ぜひぜひ質問してください。結構ありますよね、絶対。なんか例えば彼氏にどうやったら喜んでもらえるとか、彼氏が、なんか結構激しいんですけどみたいな、それの対処法とか、あとなんだろう、あと病気の、性病とかの病気のことも結構勉強したりしたので分かるので、よかったら聞いてみてください。まあ男性の方もなんかちょっと立ちづらいんですけどみたいな悩みとかあったら、ぜひぜひ質問してください。募集します、よろしくお願いします。そんな感じで、ということで YouTube をやっていきたいと思いますので、絶対絶対チャンネル登録してください。そして高評価ボタンもポチッと押してください。よろしくお願いします。上原愛でした。バイバーイ。